独立着人民大học về。嘘。へえ。rồi nhỉ? Các bạn đã nói được chưa? 今日も相槌を5つご紹介したいと思います。皆さん、相槌を打つときは気持ちを込めることがとっても大切です。この動画を見ながら一緒に言って練習していきましょう。それではスタート。一つ目、そう？준비했다대야？これはそうですかを短く言った言葉です。相手が言ったことに対して自分はそう思わないとき、本当に？と疑う気持ちがあるときにそう？と言います。これは目上の人には使ってはいけませんよ。ねえ、最近太ったんじゃない？そう？体重は変わってないけどな。これまずすぎる。そう？俺は結構好き。あの子めっちゃ可愛いね。そう？微妙じゃない？二つ目、そうそうそう。君べったドゥンドゥンドゥン。これは相手の意見に私もそう思うと同意するときに使います。これも目上の人には使ってはいけませんよ。ベトナム人の男性って本当に優しくてかっこいいよね。そうそう、いつも荷物を持ったりドアを開けたりしてくれるよ。あいつ本当にいつもうるさいよね。そうそう、昨日もずっと歌って踊ってたよ。はあ、このソファー気持ちよくて一度座ると立ち上がれないよ。そうそう、それいいよね。私も買おうかな。3つ目、そうですね。これはそうですねとは違いますよ。そうですね、このように使います。これは私は今答えを考えていますという状態を表すことができます。と同じですね。そうですねと使うこともとても多いです。ベトナムから日本まで何時間くらいかかりますか？そうですね、飛行機で5時間くらいです。ゆか先生はベトナムに来てどれくらいですか？そうですね、もうすぐ1年になりますね。ロングとショートだったらどっちが好き？そうだな、ショートかな。4つ目、そうなんだ。君べったばい、あーはいだてや。これは相手が言ったことに対して反応する相槌です。そうなんだにはあまり意味がありません。だから気持ちを込めてそうなんだとか、そうなんだとか、そうなんだ、このように言ってください。気持ちを込めずにそうなんだと言うと、あなたの話に興味がありませんと聞こえてしまうので注意してください。これも目上の人には使ってはいけませんよ。明日から日本に帰るんだ。そうなんだ、いいね、お土産よろしく。ベトナムってミルクティーのお店いっぱいあるんだよ。へえ、そうなんだ、知らなかったね。ゆか先生、日本に帰っちゃうらしいよ。そうなんだ、大好きだったのに。5つ目、そっか、
これはそうなんだと同じような意味ですが、ちょっと残念な時やかわいそうだなと思う時に使うことがとても多いです。そっか、ちょっと悲しそうに言います。これも目上の人には使ってはいけませんよ。昨日彼女と別れたんだ。が、まあもっといい人がいるよ。あいつ N1 不合格だったんだって。そっか、あんなに頑張ってたのにね。ごめん、今日残業しないといけないからデート行けない。そっか、でもしょうがないね。仕事頑張ってね。はい、今日も5つ勉強しましたね。皆さん気持ちを込めてたくさん練習してください。相槌は気持ちが本当に大切です。また次の動画でお会いしましょう。ヘンガプレイ、またねー。